ロバート・ダニエル、ダニー・ブランチ・フラワーは、北、アイルランド・ベルファスト出身の同国代表サッカー、選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。トッテナム・ホットスパー FC では、巧みなパスワークで、中盤の司令塔として、チームを牽引し、1960から61、シーズンにフットボールリーグと FA カップのダブルを、達成。 クラブの代表的なプレイヤーとなった。38歳で現役を引退すると、ジャーナリストを経て指導者に転身した。最も偉大な北、アイルランド人選手の一人とされている。父ジョンと母、セリーナのもと、5人兄弟の長男として、ベルファストのブルームフィールド地区、ダンレーブンパークに生まれる。母は、女子サッカーチームで、センターフォワードを務めていた。 ベルファスト工科大学ではスカラシップを取得する。ベルファストに所在するギャラハーのタバコ工場で電気技師の研修生になるために退学。戦時中の市民防衛組織であるワープに参加し、1943年には年齢を偽ってイギリス空軍に入隊した。航空士訓練生としてスコットランドのセントアンドルーズ大学へ派遣され、1945年にはカナダへ渡り、 経験を積む。セントアンドルーツ時代には、ダンディ大学のチームでプレー第二次世界大戦後の1946年に、ベルファストのギャラハー社に戻り、フットボーラーとしての評判が立った。地元のグレントライン FC で、プロ選手としての経歴を開始し、1949年に6000ポンドの移籍金で、イングランドのバーンズリー FC へ移籍すると、 二年後の1951年には1.5万ポンドの移籍金でアストンビラ FC へ加入した。ビラでは公式1155試合に出場した。1954年に3万ポンドの移籍金でトッテナムホットスパー FC へ移籍1960から61シーズンには首相として開幕11連勝を達成し、なおこの記録は1897年の アストンビライライとなる20世紀初の2冠獲得となった UEFA カップウィーナーズカップで優勝しトロフィーを掲げる翌1961から62シーズンにはバーンディー FC との FA カップ決勝で PK を決め同大会を連覇1962から63シーズンには UEFA カップウィーナーズカップでアトレティコメドリードを破りイングランドのクラブとして 同大会の初優勝に貢献。1958年と1961年には FWA 年関西優秀選手賞に選出される。1961年にはフットボールリーグで共演したスタンリー・マシューズやジョニー・ヘインズらとカナダに渡り、新興の東カナダプロサッカーリーグに所属するトロントシティ FC でプレー1964年4月5日に 現役引退を表明する。スパーズでの10シーズンでリーグ1337試合に出場し15得点を記録、キャプテンとして4つのトロフィーを掲げた。1965年に南アフリカ共和国 NFL のダーバンシティ FC で短期的に復帰し3試合に出場した。北アイルランド代表としては1949年10月のスコットランド戦でデビュー。 1957年12月4日に、イタリアをウィンザーパークに迎えた一戦は過激な試合となり、首相としてチームの平静を保つよう努めたが、乱闘騒ぎに発展するなど、バトル・オブ・ベリファストと呼ばれる過激で不名誉な試合となった。1958年の FIFA フフワールドカップ、スウェーデン大会でもキャプテンマークを巻き同国の準々決勝進出に貢献した。 1961年には同代表選手として初めて50試合に出場。1963年に代表から退くまで国際 A マッチ56試合に出場しに得点を記録した。1959年には BBC で番組の司会を担当し、1964年からは ITV で解説を務める。1967年に アメリカ合衆国の CBS が放送する NPSL 専門の解説者に就任。その後ヨークシャーテレビジョンで1968から69シーズンのコメンテーターのレギュラーとなった。トッテナムホットスパー FC で長期政権を築いたビル・ニコルソン監督の下で数年間コーチを務め、1974年にニコルソンが退任した際には同志から推薦されていたが、 クラブの会長は、テリー・ニールを公認に指名したため自身はスパーズを去った。1976年に北アイルランド代表の指揮官として招聘され、同年10月の W 杯欧州予選、オランダ戦で初再敗となった。12月からは、ファーストディビジョンで最下位にあえぐチェルシー FC の監督に就任するがクラブを浮上させられずにブリーグへ。 公格32試合で5勝に止まり翌年9月に退任した。1988年にサンデーエクスプレスのライターとしての職を引退する。1990年5月1日にホワイトハートレーンで記念試合が開催されたが、後にアルツハイマー病と診断される初期段階にあった。1993年12月に2日間の昏睡状態に陥った後、 同月9日に、サリー州の老人ホームで肺炎のため死去した。67歳ボーツ。2015年、故郷ベルファストの自身がフットボールを始めた、グレースアベニューに名板が設置される。除幕式には同胞であり、自身に続く世代のスパーズで活躍した、パッド・ジェニングスらが参加した。クラブとってナム個人。ありがとうございます。